はい、こんにちは。アルブル木工教室の辻です。で、フラッシュ構造について説明させていただきたいと思います。フラッシュに大きく分けて2つあるという話を、まあ、以前しました。作り方っていうのはほぼ同じなんですけれども、1つはよく店舗重機などで見るポリ合板とメラミン化粧板を使った作り方というのと、あとできるだけその無垢の質感を生かした、そのフラッシュ家具、まあ、大きく分けてその2つですね、という形でご紹介したいんですけれども、結構まあやろうと思ったら、一般の DIY でもできるんじゃないかということで、ちょっとその作り方を、紹介させていただいてます。今結構 DIY 皆さんあのホームセンターにある材料でちょっと無骨な感じのものばかりでちょっと統一されてしまうと思います。で、まあそこから一歩先進んでよりちょっと綺麗に見せる、でかつ安く作るという方法がないかなと言って、模索していたところ、まあ一つこんな紹介ができればなということで、まず今日はですね、そのポリ合板と、メラミン化粧板を使った、フラッシュ構造の作り方ということで、テーブルの天板をちょっと1個作ってみようかなというふうに思います。それではですね、まず枠を組んでいこうと思います。ちょっと分かりやすく言うとこういう形になります。これがまあテーブルだとして、テーブルの天板を今回は作りたいので、こういう要は受けを作ってあげるわけですね。はい、それをちょっとまず、組んでいこうと思います。で、その時に準備する材料は基本の木工と同じですね、 DIY と同じです。ボンド、接着剤ですね、とあとはまあこういうタッカーがあるといいですね。これはまあ普通にホームセンターでも市販で売られてると思います。ではですね、天板を作っていくんですけれども、長さ800の奥行き400の、ものをちょっと作ってみようかなと思います。で、まあ、これが、部材になります。枠組みですね。で、まあ、これはまあ全部同じ厚みで、これはパインの修正材を使ってるんですけれども、でですね、いろんな考え方があります。この後でここに、化粧板を貼り付けるんですけれども、最終的に後で全部丸ごと切って直角を出すという方法と、まあ、これをできるだけピタピタにつけて、でその上から貼り付ける、同じ寸法でこれをきちっと組んでからですね、で少し大きめの板を貼り付ける方法と、まあ、ちょっと2種類あるんですけれども、まあ、なかなか一般にはこういろいろ最終的に切り落とすっていう時には丸ノコを使うと、その化粧板っていうのはちょっとバリが出やすいんですね。なので、今回はできるだけここをピタピタに組んでいく方法っていうのでやってみます。まず組み方は同じですね。通常と同じように木工と同じです。 DIY 木工で同じようにこういう形でボンドをつけて、でこれをまあ組んでいきますよと。じゃあこれで実際にも組んでいきます。はい、タッカーで止めていきます。はい、ではこれでこういうふうに止めました。後ろ、これこの状態だとまだこうプラプラしてます。ですので後ろからも止めてあげてください。ちょっとこれ真ん中に入れ込んで340かな。この真ん中の板がないと上から押した時にあのベコッとへこんでしまいます。ですのでその補強の意味でこれを入れているというような形になりますね。この時に、まあ、例えばこのタッカーがちょっと浮いていると最後その化粧板を貼る時に影響してしまいます。ですので必ずこの金槌の丸い面がありますので、それでこう叩いて押し込んであげてください。はい、じゃあひっくり返して同じ作業をしていきます。はい、それではですね、こういう形でフレームが組み上がりました。でこれは、へこまないように受けがある形です。で、こういうところを押したらへこむんじゃないのというふうにあの思うと思うんですけど、そうなんです。で、ここにまた芯材を入れていくというのも一つの方法ですね。なんですけれども、どんどん、まあ、その芯材を頑丈にするために入れていくと結局無垢の板と同じになってしまいます。ですので、まあ、僕らよくやるのはこういう合掛きしてあるこういうものをですねこう入れて、でこれ木っていうのはまあ縦の方向にはあの丈夫なので、こういう形でですねあの受けを作ってやるというのをします。これをこうはめ込んで、これで頑丈になりましたね。まあ、なくてもあのそんなにまあ気にはならないと思います。要はスパンが長いとですね、ちょっと問題なので、例えばここに1個何かこの同じ厚みの材料を入れてやるっていうのも全然ありだと思います。こういう風にしてやると、基本は頑丈になりますよと、省いても全然大丈夫です。ではここから、その化粧板を貼り付けていきましょう。
このボンドを使います。でも木工ボンドよりも、やっぱり速乾で、より頑丈にくっついてくれるこの、僕らはこの速乾ボンドの、ゴム系のものですね。で、化粧合板ってここにもきちんと書いてありますね。こういうものを使って、止めていきます。はい、普通にホームセンターで市販に売られているものです。では実際に塗っていきましょう。ここからピーッと、で端っこに塗ってやるのも大事になってくるので、後できちっと、伸ばしてやりましょう。で結構こう上にですね、顔を持ってくるとアセトンですかね、ちょっとなんかこうなんと言うんでしょう、もわっと、シンナーじゃないんですけれども、なんかちょっとそういう匂いがします。だからちょっとマスクなどをして、あと換気きちっとしてやっていただいたらいいかなというところですね。で、これを端っこ合わせて、貼り付けていきます。で結構べちゃっともう一気にくっつけてしまうと乾くのが結構早いので、修正が大変だったりすると思います。なのでまあ結構慎重に貼り付けていってください。はい、でこういう形でちょっと左右にちょっと一応ひっくり返してみましょうかね。左右にちょっとクリアランス後で、切る分ですねを少しはみ出させて、貼り付けてやりましょう。でこの芯材がある部分をもうローラーで伸ばしてやります。こう中でボンドがダマになったりするとちょっとそこだけベコベコしたりしますので、まずはこういう形で空気を抜くようなイメージですね。で例えば、ちょっとダマになってボコッとするようなところが、まあ、もしあったとします。そしたらですね、まあ、その広げる意味でもこう当て木をして、叩いてもらう、もしくはゴムハンマーみたいなものがある方はそのまま叩いて伸ばしてやる、そんな形のイメージでできるだけ、まあ、均等にこうフラットになるように、まあ、貼り付けてやってください。表面の部分がくっつきました。こういう形になります。じゃあ今度こちらの裏側の方を留めていきましょう。で、まあ、僕らはいろいろこういうさっきのゴムのりみたいなものを使ったりするんですけど、まあ、それじゃなくてちょっとスプレーのりで一回試してみようかなとも思ってます。こういうものですね、このスプレーのりで、ちょっと留めてみようかと思います。貼り付けていきます。スプレーのりで貼った方に一応黄色いこのテープを貼ってあります。マスキングですね。初めて僕もスプレーのりでやってみたんですけど、こういう小さいものの場合、もしかしたらスプレーのりの方がやりやすいかもしれないですね。ではですね、この段差、飛び出た段差をどうやって取るかというと、今回はトリマーでいこうと思います。で、トリマーのこのビットがついてる、これは目地払いビットといって、ここにローラーがついてますね。このローラーが、ここの芯材の部分を拾って、芯材と同じ分だけ、この飛び出た分を切ってくれますよというような形になります。じゃあ実際にちょっとやってみましょう。トリマーの使い方という動画を、また別に上げてますので、まあ、そちらも、ご参考ください。はい、でですね、この、まあ、その化粧板にはこういうふうに、まあ、ビニールですねが保護してあります。今もう剥がしてしまいます。はい、こういう形でピーッと、はい、でこの後はもうすごい慎重に作業しないとこの板が傷ついてしまいますので、で今回はこれ
鏡面仕上げの、エボニーという材料を使ってます。トリマーの刃がですね悪いとここら辺、今これすごい綺麗にまっすぐいってますけれども、ここがバリバリと逆立つ形になります。はい、それではですね、今度はここを、このメラミンのテープを貼り付けていきたいです。テープというか、まあ、このメラミン化粧板ですね、をこういう風に貼り付けていきたいです。今回はさっきスプレーのりすごいやりやすかったんで、ちょっとスプレーのりで入れてみようかなという風に思います。のりが飛び散らないようにこういう形でちょっと当て木をしてあげてます。で、飛び出させて貼り付けたいので、若干この本体自体を下から浮かせてます。はい、でこのまま下側上側に飛び出る形で貼っていってあげてください。で真ん中からこう空気を抜くような形で外にこう広げていってあげてください。外側からこう閉じていくと中がベコッと浮く場合がありますので、はい、ではですね、これが横につく材料になります。気持ち的にはこう長い方を貼って短い方を貼ってっていきたくなるんですけれども、ここが干渉して邪魔になりますので、まずは縦だったらこの向かい合う縦方向を先に貼って、トリマーでまずこれを余分な分を落としてやります。その後でこれを貼り付けるというような形が、基本このポリ合板とメラミンの作り方になりますね。ではこのメラミン化粧板の飛び出た部分をトリマーで目地払いしていきます。で、まあ、ここ今まだシートが貼ってありますので傷はつきません。トリマーのここで結構傷つけてしまうことが多いんですけれども、シートを剥がす前に目地を取っておいてください。こういう形で全部目地払いができました。そしたらですね、今度は面を取っていきたいです。この貼ったもの、メラミンというのはこういう角が立っているとすぐに剥がれてしまいます。ですので面を取って当たる部分が少なくしてやりたいんですね。こういうまあちょっといろいろビニールみたいなものが残っているとそれを拾ってまたガタガタになってしまいます。ですので、それをですねちょっときれいに取っていってあげてから最後面取りして終了となります。ウエスにシンナーを適量取ってひたすらそういうノリとかを落としていってあげましょう。こういう形でビニールを剥がしながらですね、はい、こういう形で磨きながら進んでいきます。それではですね、今度面取りをしていきます。いよいよまあ最後の段階ですね。で、面取りはこの45度の留めビットを使おうと思います。ローラーがここに当たってくれてそれ以上は取れませんというところで止まってくれます。出し方がちょっとシビアでですね、面取りビットのこの45度の面というのをフェンスよりも出しすぎないというのが大事になります。というのはメラミンの厚みが 0.95 ですので、それ以上まあ刃を出しすぎて削ってしまうとポリ合板の汚い部分が見えてきてしまいます。ですのでこの刃の出しろというのを通常トリマーを使うとき、無垢材を削るとき以上にまあ慎重にちょっといかなければいけません。取っていくときにですね、ここよくまあトリマーにまあゴミや木くずがついていると今の綺麗な化粧面を傷つけてしまいます。ですのでマスキングテープでちょっと下駄を薄く剥がせてやるというのが、まあ、一つポイントになります。まあ、綺麗に仕上げるためのポイントですね。まあ、なんせ表面を傷つけないようにというのがポリ合板とメラミンを加工する時の注意点になります。ということで、このポリ合板とメラミン化粧板でできた板というのはこういう形になります。今これ鏡面塗装の、すごい綺麗な、ものですね。で今、まあ、いろいろ反射していると思うんですけど、小口はこういう形になりますね。小刃がこんな感じということでですね、無垢とはまた違った、使い方ということで、
これがまあ制作費がもうとにかく安いんですね。結構加工の手間はいろいろまああるとは思います。なんですけれども、まあ、こういう形ですごいまあ高級感あふれるものも作れるよということで、今日はちょっとそのポリ合板とメラミン化粧板で作ってみたんですけれども、次はですねちょっとその実際に無垢に近い素材で合わせた木の素材でフラッシュを構成してみようと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。